女優の松岡真由29が22日放送のフジテレビ何か面白いことないの月曜5 1 0 0に出演まさかの発言で出演者たちに衝撃を与えた恒例企画白ご飯にワンバンしたらうまいものが放送されゲスト出演した松岡最初の料理を MC のタイムルズ2タイムレス 菊池風磨がトップバッターで試食し続いて同じく MC のお笑いコンビ子孫の長谷川忍が試食した長谷川の食レポ後松岡はでもなんか出てくる料理が美味しい番組を見ているとそれ食べたいなってちょっとだけ切ない気持ちになるタイプなんですよと羨ましく思ってしまうことを明かした だが、白ご飯におかずをワンバウンドさせただけの料理が出てくることに、でも、別に美味しそうじゃないからいいですね、と、笑顔でまさかの毒舌批判。これには長谷川も、失礼だな、と即座に突っ込んだ。ゲスト出演したお笑いコンビ、コロコロチキチキペッパーズ、ナダルも、朝食で、何をそんな長々と、と苦笑い。松岡はさらに、こう食べてて、 スタッフさん食べたいだろうなと思いながら食べるのそんなに得意じゃないんですけど全然美味しそうじゃないからと目の前の茶碗を指さしながら再び笑みを浮かべた松岡の毒舌批判にスタッフたちの笑いがスタジオに響き渡る中長谷川は美味しいからと指摘しゲストの村重杏奈はすごいねとコメント内容にびっくり菊池はなんてこと言うんだよ と手にに持っていた茶碗を思わず机に置き、ワンバンが好きな人たちが集まってるんだからと説明。松岡は、ああ、そっか、そっかと笑い、スタッフたちも大お笑いしていた。